フィギュア2連覇狙う島田麻央は 66.52 点ステップつまずきに緊張あった。フィギュアスケート全日本ジュニア選手権26日茨城山新スイミングアリーナ女子ショートプログラム SP2 連覇を狙う島田麻央14イコール木下アカデミーは 66.52 点をマークした。ライオンキングを演じる SP、 ジャンプでは冒頭の3回転ループ、ダブルアクセル、2回転半ジャンプ、ルッツトーループの連続3回転を折り切った。ステップシークエンスでわずかにバランスを崩す場面があり、ジャンプはいつも通りにできたと思うんですけど、ステップでつまずいてしまった。ノーミスを目指していたのでそこが悔しいです、と反省した。原因に挙げたのは緊張。今年はジュニアになったので、国内で一番大きな大会で完璧を目指していたので、そこが緊張の原因だったかな。昨年大会はナバスとして優勝したが、今年はジュニア1年目。違いが心を縛った。昨年はナバス年代から全日本選手権への推薦は行われなかった。ジュニア1年目の今季は、上位8人にいれば年末の日本一決定戦に進める予定だ。4回転トーループを武器に、スピンなどでも比類ない滑りを見せてきた。初参戦したジュニアグランプリ、GP、シリーズでも2戦とも圧勝し、12月のジュニア GP ファイナル、トリノ、の優勝候補筆頭の位置につける。明日は、トリプル、アクセルと4回転、ショートに入ってなかったジャンプを振りられるように練習したい。一気に難度を上げるフリーへ、その先につながる舞台、悔しさを残しては終えられない。島田麻央、悔しい、66.52 点フリーで、両方挑戦、4回転トーループと3回転半。フィギュアスケート、全日本ジュニア選手権第1日、26日、茨城、笠松運動公園スケートリンク。女子ショートプログラム、SP、が行われ、昨年覇者で今季ジュニア GP2 連勝の島田麻央、木下アカデミーは66.52点だった。ジャンプはいつも通りできたけど、ステップで緊張からつまずいてしまった。ノーミスを目指していたので、そこがすごい悔しい、と振り返った。ライオンキングの曲に乗り、3回転ループ、2回転半、ルッツトーループの連続3回転を決めたがステップでミスが出た。昨年は一つ下のカテゴリーのナバスからの挑戦で初優勝。今季からジュニアに転向した、去年と今年では全然違って。今年はジュニアになって、国内で一番大きな大会。その舞台で完璧を目指していたので、そこが緊張する原因だったのかな、と話した。27日のフリーは、4回転トーループとトリプルアクセル、3回転半ジャンプを組み込んだ高難度構成に挑む、両方挑戦していって、何があっても他のジャンプはミスしないようにしたい。大技を揃え、2014-15年の樋口若葉以来の2連覇を成し遂げる。連覇狙う島田麻央 SP66.52 点も、緊張した、フリーで大技投入へ。フィギュアスケート全日本ジュニア選手権26日山新スイミングアリーナ女子ショートプログラム SP が行われ昨年優勝の島田麻央14イコール木下アカデミーイコールが66.52点だった冒頭の3回転ループを降りると続くダブルアクセル2回転半ジャンプ3回転ルッツ3回転トーループの連続ジャンプも着氷鮮やかな黄色の衣装でライオンキングを演じ切った島田は、ジャンプはいつも通りできた、と納得の表情。ただ、ステップで緊張からつまずいてしまったのが、ノーミスを目指していたのですごく悔しいです、とも振り返った。ジュニアデビューの今季は、ジュニアグランプリ、GP、シリーズで2勝を挙げ、ジュニア GP ファイナル、12月、トリノ、への進出を決めるなど好調だ。ただ、今大会は連覇がかかるだけに、緊張していて、足が動かくなった、という。フリーでは大技、トリプルアクセル、3回転半ジャンプと4回転トーループを投入する、両方挑戦して、何があっても他のジャンプはミスしないようにしたいです、と意気込んだ。島田麻央、66.52点をマーク連覇へ連続3回転などジャンプすべて着氷全日本ジュニア女子 SP。フィギュアスケート全日本ジュニア選手権第2日、2022年11月26日茨城県ひたちなか市、山新スイミングアリーナ。女子 SP が行われ、連覇を目指す島田麻央、木下アカデミーは66.52点をマークした。黄色の衣装を身にまとって、ライオンキングで演技を披露。冒頭の3回転ループを着氷すると、続くダブルアクセル、2回転半も降りる。
後半のルッツトーループの連